アフターコロナという新たな時代の始まりにおいて、本市では確実に大きな一歩を踏み出せたものと考えています。郡仙台市長は幹部職員およそ150人を前に仕事納めの訓示をしました。新型コロナの5類引き下げで様々なイベントが行われたことに加え、緑化フェアや G7 会合で仙台の魅力を国の内外に発信できたと振り返り、職員の労をねぎらいました。一方で昨日も障害者の相談支援事業をめぐり2億2000万円の事務ミスが発表されるなど、去年から不適切な事務処理が続いていることにも触れ、職員に改善を呼びかけました。仙台市の仕事始めは来月4日です。